まあでも土曜日でしょ、今日。今日土曜日だよな。え、金曜日なの、今日はぁ、あ、なんですけど何してるんやん、お前らはえ、今日金曜日だろ何やってんの、あんたたちマジであんたたち行くわよいいわね <laughs> やばくねえか、俺たち俺土曜日だから、まあ別に !32 のおっさんが土曜日の朝から酒飲んでても誰も文句言わねえだろうつって。 金曜日なの俺一日間違えちゃった遊びに行く日。間違えちゃった。俺日陰より好きなことしていきなりだ。だから今の YouTuber って本当に高級所得囚人なのね。あれ刑務所、だから時給100万ぐらいの刑務所に収容されてんだよ。毎日動画上げなきゃいけないとかさ、生放送毎日しなきゃいけないバーカ 頑張れ頑張れみんな <laughs> 刑務作業頑張ってください僕は昨日、なんと、風俗2軒はしご、えー、クラブ行って、えー、女に振られたんで、えー、ビップルーム取ったけど、可愛い女一人もつかなかったんで、店員にクレームを言って、えー、3時に、えー、出て、ふ、キャバクラ行って、えー、アフター断られたんで、風俗はしごして、えー、その風俗場と、えー、ダーツ行って帰ってきました 生放送もせずに。いいじゃん、別にそれで。バカなんじゃねえの。アホみてえに動画撮りやがって。おめえら今のちびっ子にお前、正真正銘言えんのか犯罪者どもが。お前今ちびっ子が働きたい職業ナンバーワンが YouTuber だの、アダコーダだと言ってんだろ ?VTuber だの、YouTuber だの。バカなんじゃねえの。刑務所入ってるのと一緒だぞ。 絶対やだから無理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  <laughs> 無理でーすやりてえ時にやんだよ別にいいじゃねえかそれでたまたまやりてえ時は続いたらしょうがねえだろネタがないやらなきゃいいじゃん何がネタがねえだバカ誰がこらやんじゃねえやそんなネタがねえんだったあんなネタって何ネタって気色悪い 悔しいんだろいや無理だ。お前わかるだろうお前俺、<laughs> 俺無理だよ、それはい、どうも皆さん。今日はですね、なんと、こちらじゃんピピピンマクドナルドの月見バーガーが発売されましたパフパフパフみたいな。じゃあ今日はこの月見バーガーをなんと、この中身を照り焼きマックバーガーと入れ替えましてみたいな。無理だよ。 はい今日はですね、あのー、ジュニア100%で、えー、あの、ポコチンを隠しながら、えー、あのね、あのー、アキラ100%のモノマネをしていきたいと思いますみたいなこと、絶対無理だから。俺できねえよ。無理だ。任せた俺は確かに諦めたのかもしれない。でも、お前たちに任した。はは <laughs> しろってするな。お前、友達ひいきして何が悪いんだよ。 おめえらだってそうだろう全員人間でない平等じゃねえんだよ。家族とか恋人とか友人特別扱いして何が悪いの俺、京一郎がいくらデブでも別に大丈夫でしよって言うよ。 この中で、俺とダソックさんと、キョウちゃんで、三人で話してて、誰が一番先に死ぬかな、っつって。俺が、いや、河村のじじいが先に死ぬっしょ、だってお前も40だろ、みたいな話したら、いや、キョウちゃんのが先に死ぬっしょー、みたいな。俺はっきりカバーから、いや、大丈夫っしょ、別に、っつって。12、30ぐらいだったら、つっお前、認知始まってんだよ。仕方ねえだろうが、別に、特別扱いしても。何がいけないの 何がいけないのか教えて。自分に近しい人を、じゃあマジで教えて。いけないこれ平等に扱わなきゃいけないの <laughs> 頑張れ頑張れ。<laughs> お前死ぬだろうが、40だったらもうすぐよ。仕方ねえだろうがよ。<laughs> 仕方ねえだろうが、俺はら介護するよ、もう。